キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は2月1日、水曜日でございます。ドドン、晴れて、今日からシーズン4 セルフエコになりましたけど、まあ、わかりませんということで、はい、よろしくお願いいたします。私の修行はまだまだ続くということで、ご報告、まあ、これはちょっとあれでしょうけどですね、ポストがもう追いついておりません。はい、もうネタが切れてしまってます。はい、結構ね、あの前段階でこうネタを貯めてこうやってやるようにしてたんですけど、もうさすがに追いついておりません。もう頭ぐっちゃぐちゃになっております。もう当たり前ですよね。はい、ということで、ちょっとまた頭を整理してですね、ポストをしていこうかと思う次第であります。結構ね、あの皆さんのこうライブしたりする長蔵さんとかね、あのこう宣伝するのでもちょっとこう時間を作らないかなというので、今のままであればもうカツカツということなので、ちょっとあまりよろしくない状況になっております。で、どんどん作品が勝手に自分で増やしているというね、もうどつぼりやになっとるんですけどですね。はい、いやー、時間がいくらあっても足りませんね。だがそれはまた楽しかったりする。パキポキさんって M? とか言って、もしかしたらそうかもしれないねとか思ったりね、してるんですけどですね。今日のこちらの方面は、とりあえず晴れておりますが、ちょっと肌寒い感じですかね。はーい。あいたたたた、幼稚園バスが離合しようとしてますね。そこに私のトラックがいて、ダメだろ。これダメじゃね。いけるかな、いけるかな、いけるか。よし、行くかな。行って、行く。よっしゃ、行きましょうかね。はーい。ですね。よし。とりあえず行きましたよってね。はい、行きました、行きました。はい、大丈夫でした。まあ、とりあえず晴れておりますよ。お庭のね、メダカちゃんたちも今日も氷張ってませんでした。はーい、もうやっぱ今日は明日ぐらいちょっとこう暖かくなってくるのかなという感じですよね。はーい、なんかね、あの足元が寒い感じなんですよね。昨日もまあ、天気がいいねと思ったんですけど、あの車もなかなか温まらなかったしですね。皆さんのお宅はいかがでしょうか。今日は水曜日ということだったんですけど、私、まあ、急遽また仕事が入りまして、まあ、ほらこの時期ですね、税務関係とかがあるじゃないですかということで、あのうちの、相方の奥様が経理なので、今日は税務相談所に行かないかないということで、いやもう急遽も今日は、出社して明日休もうかということになって、2月の2日、明日ですね、がとりあえずお休みということで、今7連勤中なんですね。はい、ほらきついなー、おっさんきついなーって感じなんですけどね。はい、まあ2月と言いましたら、2月3日は節分祭りということで、節分祭っていうんですかね。はい、ということで豆まき豆まきということなんですけど、もうとりあえずあのこの前ね、何日か前にあの静岡のまきさんから、ありの麺と、お豆ちゃんがありますので、まあ、それをもう準備スタンバイ OK なんですけどですね。はい、あとは2月14日となればですね、もうバレンタインということで、今度はチョコレートということでね。で、2月6日と言ったら、福山雅治の誕生日と、私の誕生日と、正木さんの誕生日と、メイさんの元彼の誕生日と、もういらん情報ばっかりやなっていう感じでね。はい。私の、まあ、去年もそうやったんですけど、誕生日の時、元彼の誕生日とか言ってですね、メイさんがですね、DM してくるというね、と意味わからんぞ。元彼知らんしっていう話ですね。はい、こんな感じで思っております。まあ毎年毎年ですね、こういろいろこう更新としてるんですけど、なかなかネタがねーっていうのは本当毎回言ってると思うんですけど、なかなか凡人じゃ難しいですね。ネタを作るのはプロの人はすごいなと本当つくづく思う次第であります。はい、じゃあこの続きはまた後です。
のぼやき。はい、パニクさんのぼやき、全く変わってないシーズン4だよ。です。まあ、シーズン4になりまして、何か変わるかというと、とりあえず、これは、1年に1回シーズンを変えてるわけではないんですよね。最初はもう、多分、1年以上やってたのかな。インスタも合わせたら1年以上もやってたんじゃないですかね。で、2も多分、なんか、キリがいいところで、ちょっと変えようよと思って、2月にしたんですよね。で、今回も2月。だから、まあ、1年は もちろん、2年してるのかな。2年はしてるかもしれません。でも、お疲れさんですね。という感じですね。もう長連勤目なんでですね、テンションも微妙な、なんかもう上がってるようで落ちてるようなね、そんな感じで、ですよ。そんな感じにしますね。はい。2月はですね、結構もう、ちょっと、あっという間に、ちょっと、1ヶ月終わってしまうというので、気合い入れてですね、ちょっとやっておかないと、一番この1月、2月、3月がきついと思うんですよね。で、4月がでもガタガタしだすんで、いろいろきついと思うんですよ。だから私も、ちょっとポストするあれを考えないかなとかってね、ちょっと思ってますよ。段取りよくね。で、皆さんの、ちょっと、ポスト段なりなんかこうね、ちょっとこう、宣伝したりとか、ちょっとしたいなとか思ってるんでですね。ちょっとルーティンとかも減らしてみたりしたらどうかなとかって思うんですけど、もうパチポンキさんを探せだけでもいいのかなとか思ったりね、こんな感じで思ったんですけど、まあ結構節子とかグラマさんとかを結構宣伝してる面もありますので、なかなかやらしいね、そういう言い方したらね。まあでもそういうこともあるからな、難しいなとかってね、今思っとる次第なんですけどね。どんなですか。はい、って感じですけどね。まあ、あれに願掛けをしてる人もいるかもしれないからね、とか思いながら、結構なんか、じゃんけんとかね、欠かさずされてる方とかもいらっしゃるみたいですけどね、どうなかなとかって思っております。さて、明日木曜日ということで、まあ、皆さんはですね、週折り返しということで、まあ、今日も本当だるいなっていう感じの2月1日だったかと思うんですけど、私は明日ちょっと休みドラバンドもきつい、もうさすがにきついですがいっていう感じでですね、はい、明日もぐらーっと寝るのかな、どうなのかなとかって思っとる次第であります。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりましょう。じゃあシーズン4もよろしくお願いいたします。いつやめるかわからんけどね。じゃあね、テクニジー。見下ろしたセラス赤く照らすネオンサイン、まるでラスベガス。俺掴んだ月がかすめ出す前にハイグレード一発させまく、負け犬どもはマスケナスだけでなすべなく天の助け待つ。俺しけた獲物の数で勝つよりも勝つせなくでかく出すで勝つ。一か八かこの街が味と一発召喚で呼ぶぞ嵐を。振り返らず行ったもん勝ちの、生きるか死ぬか砂マジのカジノ。さあゲームスタート、カード見極めるワードエキスパート、ハート一つトレード、引いてくロイヤルストレート。あんたワンペアなんてな、低いスキルアンテナ、バクサイのないやつにワンペナ、やる気ならダシなヤンキーだら、全部企んだギャンブラー、ヘイヤー、勝利への確信隠し。